人権関係にした、まあ、そのあで講演もあったんですけどまあざっくり言うと、まあ、いろんなあ、まあ、偏見やあの差別をなくしましょうという話でなかなかその偏見っていう思い込みにね気づくのが難しいですよというような話だったんですね。 でまああのたまたま私一番前に座ってたのでちょっと振られてですねなんか何か感想とかないですかって聞かれたのであのまあね私に関して言えばあのタトゥーが、まあ、腕とかに入ってるので、まあ、正直いい、まあ、偏見だと思うんですけど、まあ、ヤクザじゃないのかみたいな噂をですね まあ意図的な意図的なところもあって結構こう広、まあ、がってたりとかしてそのまあこれも偏見ですよね、まあ、こういうのをなくしていただきたいですっていう話をしたんですけどまああのまあ私が前働く仕事、まあ、自分で経営してた会社が、まあ、海のツアー会社だったのでほぼ、まあ、働,は働かで働くのが毎日だった。 のもありそのまあそういうファッションのタトゥーが流行ってて、まあ、周りはみんなそんな感じだったしお客さんもそうでしたしみたいな話もちょっとしたんですよね。でまあちょっともう一つ言えその時言えなかったんですけどもほ、まあ、他の私の周りにある偏見としてあのまあ、私の妻はフィリピン人なんです。 で、なんか新しく会った人とかに妻のことを紹介すると、まあ、どこで、どこの飲み屋で働いてたんですかみたいなことをさっと言ってしまう。まあ多分本人はそれが偏見だと気づいてなくて、多分おっしゃってあると思うんですけど、そういうふうに言われて、で、かつそのお酒が進んでくると、なんかちょっとお酌してね、みたいな。 感じで、こう言われたりとかして、結構そういうのを経験すると、まあうちの妻も結構、あの、まああの人とはもう会いたくないとか、あそこのお店には行きたくないとか、まあそういうその、まあ自分がこう、偏見を持たれてることにすごく、まあがっかりしたりしますので、そういったこともありますよという、まあね、フィリピンの人の本当もう、 あそこも、ね、人口多いですから日本とあんま変わらないぐらいですからその中のなな今度1%も未満の人たちが日本に来て、まあ、そういう飲み屋で働いて別に飲み屋で働いてることが悪いとかっていう話じゃないですけどだからそのフィリピン人の女の人を全てその飲み屋のお姉さんだというふうに、まあ、認識をしてるっていうのがやっぱり、まあ、それはそれで、ねえーまあ、差別になるのかなというふうに思うんですよね。 まあ特にあの海外とか行ってるといろんな国の人たちと会いますし、まあ、私も今民泊もしてますから継続的に、まあ、いろんな国の人たちと、まあ、あの話をしています。やっぱりそれぞれに、えー、まあ歴史なり文化なりあって考え方もね全然年、えー、によっても全然違います。ただまあその、まあ、ざっくりとした意味で えーまあ、いわゆるこう相手を見下,ろす見下すような感じの表現はやっぱりまあ総括してやめるべきだなというふうに思うところでしたね。特にあの今あの世界中がすごく狭くなってるう昔みたいに海外に行くのもうちょっと大きいイベントではなくなってきてるので、まあ、日々、まあ、いろんなう人たちが、まあ、接している中で そういった偏った考え方をですねあまりオオペラに出してしまうのはやっぱりいかがなもんかなというふうに改めて思いましたので、まあ、感想とさせていただきます。